掛け屋、みや。屋みやは、秋国山形郡掛村、現在の広島県山形郡秋大田町掛を拠点とした、昭家、地主、野号が住みや。当主の通名、名跡は、八江門、本姓は、佐々木氏、名字は、明治時代以降現在まで掛を名乗る。江戸時代においては、前綿や田辺や、田辺長江門、加へや、桜池、湯の巡るやいと、 原家の奥、出雲五三家と共に、中国地方を代表する、たたら製鉄の鉄師であり、最盛期は、西日本最大手の製鉄業者だったとも言われている。国軍史五編集に付した調べ書き出し長や住屋の、家伝、家け万丈によると、祖先は、沖守護佐々木氏にあるという。佐々木清鷹の子に、復帰丸五郎という人物がいて、現行三年、昭京二年、 1333年佐氏が没落した際に、家臣二人に守られ沖を脱出し、出雲、岩見、津尾と移り、最終的には、秋掛村構想に土着したという。まず農耕し、掛村の地を切り開いた。後佐々木久森、正信親子が、寺尾山、寺尾千軒で銀を掘り当てた者の校内の出水が、ひどくなったため一時辞めた者の源な、官営年間。 1615年から1645年、排水に成功したため再開し銀をかなりの量掘り出したが、再び出水のため銀の採掘は諦めた。同じ頃になる、寛永年間、1625年から1645年から、鉄山の経営を始める。慶安四年、1651年、久森、正信親子は、掛村高層から道村本郷へ移り、 銀行で得た資本をもとに町を作り、万治三年、1六百六十年、かけし町割に最新町に県口を買い取って、日沖屋号を、住屋都市。これが鉄市住屋八江門の誕生となる。当初は、広島藩内の一鉄市に過ぎなかったが時代が進むに、連れ勢力を拡大し、後藩の鉄市取締役を務めるまでになった。秋国北部から、 岩見国にかけて広い範囲で鉄山を開発、できた鉄は、広島城下から大阪へ運んでいった。また、掛村昭屋をはじめとしより、車窓支配役、割昭屋役、上著支配役などの山形軍内の重役を務め、軍における重鎮となった。完成2年、1790年、よそ向き、明治、A5 年、文化11年、1814年。 明治大等語面を広島藩から許され、佐々木を名乗る。江戸後期に書かれた芸藩通史の中では、佐々木や住屋を公かれている。佐々木や住屋としての最盛期は19世紀前半の文化、文政時代の頃で、その時点で、たたら2箇所、たたらは、いわゆる製鉄所、鍛冶屋11軒、精錬所、出店を広島城下と大阪に1軒ずつ持つほか、 大阪通船2層、川船18層、牛48匹、馬487匹、酒造所4カ所、土造36カ所、家等2103人、使用人、借屋かまど489かまど、たたらや鍛冶屋に勤める者の家を所有し、巨大鉄師であり、酒造や地主として、農業林業も高く経営していた商家であった。鉄山は、江戸期を通して、 最大で25開発した。その経済力から広島、浜田、津和野の三藩に影響力を持ったと言われている。ただ鉄山経営は決して順風満帆ではなく、経営状態の悪化から文化13年、1816年、休業を広島藩に申請したが藩側から悟されて、続行したということもあった。加盟6年、1853年、 広島藩内の鉄残業が繁栄によって統率が取られることになったため、住屋の鉄残業は終わった。明治時代以降現在まで家けを名乗る。廃藩地権となったことで、明治10年1877年繁栄となっていた施設を返却されるものの、うまくいかなかったため、明治12年1879年完全に鉄残業から徹している。 明治32年、1899年、個人経営の掛け銀行を設立したものの、第一次大戦の戦後強行後に政府が進めた銀行合同政策の一環で、大正15年、1926、警備銀行、現広島銀行に吸収合併され、現在、掛けや、住屋が経営している会社としては、日清林業がある。山形郡の鉄は、 十一世紀に創業していたとされる北広島町、大屋遺跡が最古であり、つまり、墨屋以前から鉄山業を行われていたことになる。掛け盤上には、寛永19年、1642年墨屋に、鍛冶屋の存在が確認でき、上京4年、1685年都合内村にあった、広島繁栄たたらを墨屋に譲渡されたことが、書かれていることから、遅くとも上京。 元独年間には、住屋はたたら、鍛冶屋双方を持つ、鉄師となったと考えられている。広島藩が鉄師に、たたら札、吹屋札、吹屋馬札などの営業札を与えて、それに対して、鉄師が運上金を払うという方法で藩から、管理、保護されていた。住屋含めて、山形軍内の鉄師は、原料となる砂鉄を得るため、広島藩内に留まらず、国境を越えて、 岩見国、島根県西部に求めていった。その理由は、官営五年、1628年から、広島藩では、広島城の堀が埋まるのを防ぐ目的で、大高和上流域である、山形軍での神奈流しが禁止されたため、山陰側の砂鉄は、山陽側と比べて良質であったため、浜田藩、津和野藩ともに管理、保護は弱かったため、である。具体的には鍋石、 大坪、雲月、宮古川、すべて玄浜田市、矢上、玄王南町などから砂鉄が運び込まれている。タタラへの物資輸送は、粉鉄7里に木炭3里の範囲内で採算が取れるとされているが、賭けから最も遠いの室谷はそれ以上になるため、輸送コストより、鉄の質の方を選択していたと推定されている。墨屋での製鉄は、タタラでほぼずく。 先鉄を生産しケラ、ケラはほとんど生産せず、図工家事屋で割り鉄、連鉄にして出荷という方法、図工手法が取られた。たたらは、奥、出雲の山屋の場合はほぼ同じ場所で創業していたが、住屋はおおよそ10年単位で燃料となる木材を切り尽くして他の場所へ移るという方法が取られた。そのままでは木材が枯渇するため森林経営も行っている。 再び木が生え揃う60年後ぐらいに、元の場所に戻って、牢を創業した例もある。鍛冶屋はほぼタタラに併設する形で運営され、中には単独で運営された例もある。製鉄専属労働者が居住する地区を、山内というが、住屋の場合タタラが1軒、鍛冶屋が2軒創業した場合で山内に300人ら400人ぐらいが住んでいた。これは、 当時の山形郡一村あたりの人口とほぼ同じぐらいになる。なお、山形郡のたたら、かじやの中心地は、住みの巨村の掛け村ではなくその西隣のとこ村、げんあき町であり、住みはわとごう以外では、たたらは橋山、東西やわた、げ広島町で、かじやわか橋山、雲も大ぐ東八幡川尾おだ、が、あきお町、その他が、 北広島町で創業した。19世紀以降に、岩見でも、タタラを創業し、ケラや鋼を重点的に作り出そうとしていた、タタラもあり、後岩見の鉄紙に売却した例もある。背景には、浜田、津和の藩ともに営業税を払えば、誰でも参入できたことがある。中国産地産の鉄の一般的な流通は、中国産地の鉄市地方の中街船丼や、 西巡る海運を大阪鉄中街地方の中街、鉄丼や小舵屋、消費者である。墨屋の場合は、墨屋、墨屋島への輸送手段を大阪鉄中街になる。岩見の中小規模の鉄市のいくつかも、賭けの他の川船に頼んで大田川から広島を中継し、大阪に運ぶルートを採用している。こうした中で18世紀中頃には、各地で鉄火工業が、 新たに発達し、賭けから大阪へのの運搬の途中で創始たちで、づくや、割鉄そして金なくそ、鉄紙が取引され、住屋も十九世紀頃から、広島地売りを始めている。そこから現在まで残る産業としては、旭北区の壁芋の、主に西区の広島割、福山市とも、ビンゴ福山半量の線具がある。かけは、鉄以外のものも流通し、広島城下から、仙運。 道藩内周辺地域や浜田藩領、津和の藩領、そして幕府天領、銀山領から陸軍と物資が集散し、村には市が立ち、掛村市商業拠点となった。壁から岩見に抜ける岩見広島街道を用心が通る際には割昌屋など山形軍の重役を務めていた佐々木、墨谷八重門が接待し送迎したという。右に、 都合地調市内でまとめられている住屋の鉄売りさばき数の動向を示す。この前後は、聖徳2年1712年半による山形軍産の専売性が解かれ、嘉永6年1853年に住屋の鉄山経営が繁栄へ移いる。つまりこれは住屋が自由売買できた期間での動向になる。広島の鉄山業は、江戸時代初期においては、 ビンゴ地方北部つまり、広島藩とその市藩である三次藩領内が中心で、18世紀頃に、住屋がいた山形郡がそれに並ぶ規模になったという。住屋では18世紀後半には、大阪鉄丼屋からの前借りがなくなり自己資金で運営できるようになった。最初の急落は、田沼時代で、幕府が大阪に、鉄座を設け専売制を始めたことが影響している。 田沼政治後の完成の改革で、鉄座が廃止となったことで急回復した。その後大きく伸びたのは、高殿というたたらにおける技術革新によって増産できるようになったためと考えられている。ただし、完成12年、1800年頃から、鉄価格の下落傾向が続き、末期は広島藩内で深刻なインフレ、そして岩見で良質の砂鉄が取れなくなった。こうした、 鉄山業の不安定さを理由に、文化十三年、1816年墨屋は、休業を藩に申請したり、嘉永六年、1853年繁栄化による、統率が取られた。また佐々木や墨屋では、拡大していく、鉄山経営の中で、土地集積が進んだことで、農業、土地経営、そして、木材確保のために、山林経営、加えて金融業と、 鉄山業を中心に経営していた中で、結果的に多角経営化しその規模を広げていたが、幕末には、鉄山経営の不振から、経営再建のため、田畑山林を売り払い大きく減らした。広島藩には、川瀬米制度というものがあった。これは、村が年貢米を藩ではなく鉄市に納め、鉄市がその代金を藩に納めるという制度である。村側からすると、 年貢の付加税分は、鉄子が、藩に払うため負担が少なく、鉄子側からすると、たたら製鉄に従事する労働者のための飯が確保でき、藩側からすると米を領内に止め年貢相当の金を、得ることができる。当時、山深市にある山形郡は、米は育つものの小麦が育たず、木綿、大豆などはあまりできなかった、環境下で、交わせ前として、鉄子に収め、農藩期には、 タタら製鉄に関わる仕事で打賃稼ぎを行うなど、山形郡の農村にとってもタタら製鉄は重要な存在だった。また、河瀬米制度があったため、広島藩では、大高川水運での米の運搬は禁止されており、代わりに、藩の御用荷物や、木材、焚木、炭、紙、カラム虫、大高ム虫などの商品産物が運ばれた。この山形郡で生産され、 広島城下に運ばれていった商品産物の一つとして、たたらで生まれた鉄を用いて作られた針がある。広島針は広島城下で作られていたが、当時の生産量としては山形郡の方が多かったという。当時郡内に針金鍛冶屋が十一軒あり、そのうち六軒が新城、元北広島町にあり、郡の割商屋でもあった佐々木屋、 す屋がそれらの総取り締まりを凍っていた。さらに佐々木やす屋は酒造業も行っていた。酒造統制の中で遠方六年1678年酒株を買い取ったことで酒造業をはじめ広島藩による醸造調整や株仲間の販売協定がありつつも順調に作り国高をやしていった。すみが所有していたタタラ鉄に関する文章や 資料、山形郡を中心とした地方資料は、掛け墨屋文書として、広島大学に寄贈されている。約5000点以上あり、日本の鉱山史において重要な資料である。また現在掛けや墨屋が所有しているものもある。以下、墨屋の活動の中で生まれた代表的な文化財を挙げる。歴代当主は、代々八江門を襲名する。本性は佐々木。 明治以降、明治に、掛けを名乗る。名跡は、古くは、墨や、佐々木八右衛門、現在が、掛け八右衛門になる。資料によっては、加家けや、佐々木や、墨や佐々木や、掛け佐々木家など、掛け、佐々木、墨や、八右衛門で表記が混在している。以下、歴代当主あるいはそれに近い人物を示す。秋大太町掛という地名の由来は、県である。 原版通史の賭けの項にもともとは、県の字が用いられていたことが書かれており、県とは掛け、そして、岸や浜に降りる段を意味する。賭けには、大田川が流れ、地区の中心部で急激に流路が曲がっており、それで土地が、削れ賭けができていた。また交通の用地であったことから、船賭けが由来であるとする説もある。賭けや、積み屋の屋号あるいは市から、 かの地名が付けられたとする風説があるが、す屋の本性は、佐々木であるためその説は違う。国土交通省、大高和水系河川整備計画では、神奈流市が、広島デルタ形成の要因の一つと推定しているが、時期は、広島城追記の頃1500年代後半までに、現在の平和大通り付近まで形成された、ものとしいる、つまりす屋が鉄山業を始める前。 また、広島藩では、大高川流域でのカン流しを、寛永五年、1628年つまり、江戸時代初期から禁止し、藩政時代を通じて、ほぼ許可しなかった。そのため、江戸、明治時代に、たたら製鉄が原因で、土砂流出した量としては、カン同士が認められていた出雲と比べて、かなり少ないものと推定されている。流しによる土砂被害を受けた、 下流側と加害者である上流側との間での住民訴訟、濁水紛争は中国地方各地であったが、大高は水系ではその記録はない。広島市が公表する歴史では、広島城の南方は広島藩の干拓事業によって形成されたものとしている。カンナ流によって地形が変わり、かつ生産された砂鉄が周辺の鉄市だけでなく、火器にも運ばれた例としては、 大南町のおほち盆地、やがみ盆地が挙げられる。日本島の原料として最高級品であった、出和工の産地であり、すべてが墨屋に起因するものではない。同様の例として、浜田市の戸川の棚田、室谷の棚田がある。この二つはカンナ流しによって流出した土砂を農地として整備したカンナ流し込み田であり、日本の棚田百選に選ばれている。 もののけ姫は中世が舞台とされているが、実際のたたら製鉄は中世末期から近世に活発化した製造法である。映画の描写にも現実のたたら製鉄と異なる部分が多々ある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。